N ゲージとは、レールの間隔が 9mm で、縮尺1、148から1、160の鉄道模型規格の総称である。小型模型のうち、諸外国では、4ゲージが主流だが、日本では N ゲージが最も普及している鉄道模型である。9mm ゲージとも呼ばれ、アメリカなどでは N スケールとも呼ばれる。レールの幅が 9mm であることから、 英語の Q の頭文字を取って N ゲージと呼ばれる。N ゲージ鉄道模型は、鉄道模型一般がそうであるように走行模型であり、動力に電気を用いた電動模型である。N ゲージ模型車両の多くは、直流に線式と呼ばれる仕組みで運転される。この方式は、最大電圧 12V の直流を2本あるレールの、打ち片方を正極、もう片方を負極として流し、 レールと接する金属車輪などを通じて終電し、モーターを駆動して、模型車両を走行させる。速度の加減は、レール間の電位差を 0V から 12V まで変化させて行い、進行方向は、レールのプラス電位とマイナス電位を逆転させることにより切り替える。右側が、正極の時に前進するのが標準である。これらの運転制御は、 家庭用電源からの高圧、直流への変換とともにコントローラー、パワーパック、トランス等と呼ばれている制御機器により行われる。このシステムは世界中のメーカーが採用している。標準的なもので、日本国内では全てのメーカーが採用している。したがって N ゲージであれば、どのメーカーの車両でも同じ N ゲージ線路の上で一緒に使うことができる。近年、 デジタルコマンドコントロールと呼ばれる新しい制御方式が欧米を中心に普及してきていて日本国内でも紹介や普及活動が行われているこの方式は1 2ト電源を採用しながらも線路上にデジタル信号を送信して車両ごとに運転操作やライトの制御サウンド制御を行うまた線路に流れる電圧は1 2トで一定なので ライトの明るさは模型列車の速度の影響を受けない。小型であるがゆえに走らせる場合にスペースを取らないのが最大の利点である。日本型 N ゲージ車両の場合、そのほとんどが半径 280mm のカーブを難なく通過するため、長編成や新幹線等の大型車両でなければ、90cm、60cm 程度の狭いスペースでも楽しむことができる。 そのことから日本ではレイアウトの制作に最適なサイズの鉄道模型と考えられていて多くのレイアウトが制作され鉄道模型誌に発表されてきたレイアウト制作のためのガイドブックやプラン集各種の材料なども揃っていて日本国内では N ゲージが一番レイアウト制作に取り組みやすい日本においては 他のゲージの鉄道模型に比べ製品の数が豊富かつ安価であるという点も利点である。欧米では、むしろ方ゲージの方が製品の数が豊富かつ安価で、逆に N ゲージ製品の方が高価な場合もある。車両から線路、制御機器、ストラクチャー、アクセサリー、シーナリー用品まで一手に供給するメーカーがある。一方、車両やストラクチャー等、 単一分野のみ生産するメーカーも存在する。メーカーによっては、初心者や入門者向けとして、車両、線路、電源装置等をまとめて入れた、スタートセットを発売していて、初心者でも、簡単に、N ゲージを始められるようになっている。日本では、加藤ブランドの赤水金属とトミックスブランドの、トミーテックが、車両以外に、線路や、制御機器、 ストラクチャーなどを製品化する総合メーカーとして知られている。これらの製品は百貨店、量販店、玩具店、鉄道模型専門店や通信販売で購入することができる。同床付き、組み立て式線路とフレキシブル線路、N ゲージ鉄道模型には様々な楽しみ方があるが大きく分けると次のようになる。この他にもメーカーや クラブなどが開催するイベントや、運転会を見学したり、製品について、出来栄えや使い勝手などの感想を交換したり、スワップミートとも呼ばれる、交換会、中古市に参加するといった楽しみ方もある。N ゲージと同程度の大きさの最初の模型は1912年、ドイツのビングが販売した、非動力模型とされる。第二次世界大戦以前より、イギリスでは、 縮尺1、152、基幹3、8インチの鉄道模型を自作する愛好者がおり、1927年には電動模型の制作に成功した記録が残る。日本でも熱心な工作派の愛好者が、期間9.5ミリメートルや8ミリメートルの鉄道模型を自作し、模型工作雑誌や鉄道模型雑誌を通じて紹介されることが幾度かあった。 この当時は一番ゲージや、大ゲージが主流で、より小型の大ゲージ、ホゲージが普及し始めた時代であり、これらはあくまでも特殊な模型として存在したに止まる。N ゲージ程度の大きさで市販された模型もあったが、動力も線路もない製品で、鉄道模型というよりはミニカーに近いものであった。1940年代末に大ゲージ、ホゲージより、小さな模型として、 縮尺1、120、基間 12mm の TT ゲージが登場すると、各国のメーカーにより、TT ゲージよりさらに小さい鉄道模型の製作が、試みられた。いずれの製品も短期間で製造を終了するなど、継続性に欠け鉄道模型の企画として、定着するほど普及したものはなく、基間や縮尺も現在の N ゲージ企画と相違があった。 1958年に西ドイツのアーノルトにより試作品が公開された小型鉄道模型が1960年にラピード200として発売されたが縮尺が1、200と表示されているこの製品は機関車の大きさは現在の N ゲージ製品よりも小さく客車もノンスケールに近い玩具的形態をしていること期間も 9mm よりもやや広いことから N ゲージとは言い難い製品である。世界で最初の N ゲージといえる電動の剣システムは1960年のクリスマスシーズンにイギリスのローンスターが発売した縮尺1-152期間9ト、mm、ルのトレブルをレクトリックシリーズである。この製品はイギリス型車両の他アメリカ型車両も製造されたが 販売期間は短く電動模型としては1965年頃には製造を終了している。1962年にはアーノルトがラピード200の規格を現在の N ゲージと同じ縮尺位置160、基間 9mm に変更してアーノルトラピードのブランド名で販売を開始した。この製品は以前のラピード200製品と連結ができ、 従来のラピード200製品もそのまま、アーノルトラピードの名称で販売された。1963年には、アーノルドカプラーが開発された。最初の N ゲージ製品は、どの製品かという問題は、現在の N ゲージと同じ大きさで、期間 9mm の鉄道模型という点では、ローンスターのトレブルオーレクトリックであり、一般的な縮尺位置、160。 期間 9mm の規格を初めて採用したという点では1962年のアーノルトラピード製品ということになる。しかし、両社の知名度の差から日本ではアーノルトが N ゲージのパイオニアとされる場合が多い。1964年、西ドイツのトリックスが縮尺1、160期間 9mm の規格でミニトリックスエレクトリックのブランド名で参入した。 同年、東ドイツのピコが参入した。これら基間9ミリメートルの鉄道模型は当初は、オーズゲージやメーカーのブランド名で呼ばれていたが、複数のメーカーによる製品が発売されたことで、一つの規格としての認識が広がり、1964年には N ゲージの名称と規格が制定された。 日本では当初なローゲージと混同されることを恐れて 9mm ゲージの名称が使用されたため N ゲージという呼び方が一般的になるのは1970年代に入ってからである。海外で 9mm ゲージが登場してからほどなく日本でもこの規格の鉄道模型を製品化しようとするメーカーが現れた。1964年頃に玩具メーカートミーが 高級電気玩具オーズゲージ新幹線無の超特急セットを発売した。新幹線産両編成に線路とパワーパックを加えたセットでロンスターのトレブルオーレクトリックシリーズを参考にした電気玩具だったが、それ以上の展開はなかった。1964年8月には音響、通信機メーカーのソニーが 鉄道模型専門の子会社マイクロトレーンを設立し、エレクトロニクス技術を活かした鉄道模型の量産を計画した。マイクロトレーン社はソニーマイクロトレーンのブランド名で線路とパワーパックを開発し、サンプルが関係者に配布された。しかし計画は中止となり、マイクロトレーン社は1965年10月末に解散した。 1965年からは、石水金属調工車が、国鉄 C50 系蒸気機関車、国鉄を発31系客車、線路を順次発売した。採用された縮尺1-150は、企業出版社の山崎業によって提案されたもので、後に参入したメーカーは、石水金属の規格に習って、日本型製品を設計したため、9mm ゲージ1、 150が日本における N ゲージの事実上の標準規格となった。日本メーカーの9ト、mm、ルゲージ製品が本格的に市場流通したのは石水金属製品が初めてであり、1965年は日本における N ゲージの創始として語られることが多い。当時日本では0番ゲージに代わって4ゲージとも呼ばれる16番ゲージが ようやく鉄道模型の主流となった状況であり、さらに小型の 9mm ゲージの登場は、得意なものとして迎えられた。加藤は、C50 を、グリコのおまけじゃないかと揶揄され、がっかりしたと当時を振り返っている。その一方、アメリカでの評価は高く、C50 も、海外向けの方が多く売れた。そのため、石水金属は、 1968年に出荷された、アルコ PA-1 特化車を最初として、アメリカ型 N ゲージの製造も開始し、当時の外国メーカーと同様に、北米大陸に市場を求め、N ゲージ事業を継続した。1966年に、イタリアのリマが、ミクロモデルのブランド名で参入し、 1968年には、イタリアのリバロッシュと、アメリカのバックマンが参入した。アメリカでの N ゲージは、ローンスターやラピード200のアメリカ型車両の販売によって始まり、以降アメリカの輸入業者が、独自ブランドで販売するケースも含めて、ヨーロッパを中心としたアメリカ国外のメーカーによる、アメリカ型車両の製品化もあり、普及が進んだ。 参入メーカーの増加に伴い、メーカーによって異なっている、連結機を統一する動きが発生し、1968年に、ニュルンベルクのトリックス本社に、石水金属など日米欧各国の N ゲージメーカー、バイヤーが集まり協議を行った結果、N ゲージカプラーの標準を、アーノルトカプラーに統一することが決定された。これ以降各メーカーの連結機は、 順次アーノルト・カプラーに統一された。1969年、フライシュマインもピッコロのブランド名で参入した。1970年代初め、イギリスのグラハム・ファリッシュが縮尺1 148を採用して参入した。1973年には、スペインのイベルトレンが参入した。イベルトレン製品は、電気方式に、 直流参戦式を採用しているのが特徴で、1985年まで、この方式の製品が供給されていた。1960年代から1970年代、初頭まで、石水金属が、日本でほぼ唯一の N ゲージメーカーだった。デパート等の売り場では、西ドイツのアーノルト、ミニトリックス、イタリアのリマ等の海外製品が、輸入販売された。 石水金属が発売した日本型も限られていたため、日本で最初期に N ゲージを購入した世代は、海外製品を日本型に見立てたりあるいは、無国籍的に楽しいんだ。モデラーの中には、改造や自作により、製品にない形式を制作するものも現れ、模型雑誌での作品の掲載を通して、N ゲージの車両工作も徐々に浸透していった。 1974年に、玩具メーカーのトミーがトミーナインスケールブランドで、日本型車両の製品化を開始した。当時、トミー,ー,ーは、アメリカのバックマンの N ゲージ製品を、輸入販売していたことから、線路やストラクチャーは、バックマン製品を、トミーナインスケールパッケージに変更して流用した。製造メーカーは、バックマン製品と、同様、香港のケーダーである。 1975年には、すでに西ドイツのミニトリックスの N ゲージ製品の輸入発売元であった学習研究者がミニトリックスのモーターを使用した新幹線0系電車を発売して日本型 N ゲージに参入以降特急系電車の国鉄583系電車、国鉄485系電車や国鉄 EF57 型電気機関車を発売した。 1970年代半ばには、東京、板橋の模型店ホビーショップ MAX が、オハ61系客車のプラス A 組み立てキットで、N ゲージに参入。間もなく、グリーン MAX と改名し、客車や電車、日本型建造物のキットの製品化を進めた。1975年に、石水金属から発売された、キハ82系は、 側面窓から見えない薄型動力ユニット、はめ込み式窓ガラス、ライト点灯構造を採用するなど、画期的な構造を持つ製品であった。これらの構造は、自社の後続製品にとどまらず、他社製品においても後に採用するところとなり、現在においては、日本型 N ゲージ車両の標準的な製品構造となっている。 このような石水金属の細密度向上への努力は他社製品にも影響を与え日本型 N ゲージ全体の品質向上にも寄与している。1976年トミーは従来のトミーナインスケールに変えてブランド名をトミックスとした。製品についても海外生産依存を改め日本国内での生産を始め日本型ストラクチャーも 積極的に製品化した。特に自社開発による銅床付けレールシステムは N ゲージ普及のきっかけを与えた。1978年16番4ゲージメーカーである遠藤が金属プレスを主体とした構成で N ゲージに参入。国鉄 EF58 系電気機関車と銅床付け線路システムを発売する。その後の製品展開は 国鉄24系客車、キハ30系機動車、国鉄9600系蒸気機関車、国鉄201系電車といった国鉄型車両から、近鉄3000系電車、東京都交通局10-000系電車、京王5000系電車など私鉄電車にまで及んだ。同社製品は、金属製品ならでは、表現が評価された反面、 組み立てに手作業があるため他社のプラセ N ゲージと比較して割高であることもあり、主流にはなれなかった。同じ1978年には、16番、4ゲージメーカーである、シナノマイクロが金属製の ED17、ED15 などの旧型電気シリーズで参入。プレスを主体とした遠藤に対し、エッチング技術主体の製品構成を取り、その後、 フライホイール付き動力を開発して、国鉄157系電車、阪急6300系など、新型電車も製品化した。金属製品は、どうしてもプラ製品に比べて割高であることもあり、同社は、プラ製品への移行をも計画していたが、1980年に、倒産してしまう。品のマイクロの N ゲージ部門は、プラモデルメーカーのアリー製作所に引き継がれ、 マイクロエースとして活動を再開した。マイクロエースはプラ製完成品で国鉄 EF64 型1000番台電気機関車、国鉄 ED78 系電気機関車、国鉄185系電車、10系軽量客車を発売した。1979年、A 台が A 台9のブランド名で参入国鉄機五58系機動車。 国鉄 EF65 系電気機関車1000番台、国鉄14系、客車15型といった車両を、プラスティック完成品で製品化したほか、駅舎とホームを含めた、プラ製同商付け線路システムも発売したが、1980年に、倒産した。A 大の N ゲージ製品は学習研究者が引き取り、学研 N として、自社の製品ラインナップに加えた。A 大が、 倒産時に製品化準備中だった国鉄キハ55系機動車、国鉄 EF60 系電気機関車も学習研究者から発売されている。学研はその後サウンドシステムや2列車同時運転が可能な X、コントロールシステム、レイアウトベース、N ランドといった運転関連の製品を開発した。イタリアのメーカー、 リマが国鉄485系電車を発売したのも、この頃で海外のメーカーが自社ブランドで日本型の N ゲージを模型化することは非常に珍しい。1980年代に入り、やはり16番、宝ゲージメーカーである中村精密がホワイトメタルを多用した金属製蒸気機関車で N ゲージに参入し、国鉄製式機器を中心に、 多くの形式を製品化した。同社はまた、国鉄スハ32系客車を中心に、旧型客車を、プラスティックキットの形態で多く製品化したが、業務を縮小したことにより、結局数年で新製品の開発を停止した。同社の客車キットの金型はモデモに引き継がれ、現在では組み立て済み完成品として販売されている。木620系除雪車を、 プラスチック製完成品で発売した、モアや、プラモデルの技術を活かして、本格的な N ゲージの近鉄3万系電車、プラキットを製品化した大滝も、N ゲージ市場の拡大に合わせて参入したメーカーで、あるが、共に一作のみで終わっている。また、プラモデルメーカーのドーとモーも、バックマン製のアメリカ型車両と、線路、 電池を電源とするコントローラーをセットした N ゲージセットを発売した。家庭用電源を使わない、より玩具的で平易な N ゲージシステムであった。この頃から工作派ファン向けに改造パーツも発売されている。乗降者からは D51K 重装備パーツ、C62 に改造パーツ、さらに、 EF65 系500番台にホワイトメタル製の貫通扉を貼り付ける EF65 系1000番台改造パーツが発売され銀河モデルからは信号ギセルや常磐専用列車無線アンテナ等の細密加工用のパーツが発売されている乗降車は金属製の車体キットも製品化している同様の製品はアマミや遠藤 品のマイクロからも発売されていたほか、中村精密は、同一形式の蒸気機関車をキットと完成品の、両方で発売している。1970年代後半から、L 特急、ブルートレインブームが起こり、ブームの影響から、N ゲージ製品にも注目が集まった。それに伴い鉄道模型、とりわけ N ゲージをテーマとした書籍が、 子供向けから大人向けまで何冊も一般の出版社から刊行され新聞に N ゲージの通信販売の広告が載るなど鉄道模警戒以外の企業も参加した大きなムーブメント N ゲージブームとなったプラモデルメーカーの藤見模型、バンダイ青島からも N ゲージサイズの L 特急やブルートレインのプラモデルが発売される N ゲージブームによって増大したファンの中には 若年層も多く見られ、鉄道模型師のレイアウトコンテスト等にも10代の応募者も見られた。小中学生にもブームは波及し、この時期、友達同士で集まって、車両や線路を持ち寄り、N ゲージで遊ぶことが日常的に行われていた。1978年末に、日本 N ゲージ鉄道模型工業会が発足し、1979年に、 東京の科学技術館、大阪科学館で日本鉄道模型賞を開催した。鉄道模型賞はその後も開催され続ける恒例行事になっている。このようにブームにより飛躍的に普及した N ゲージであるが盛り上がりは一時的なものにとどまった。1980年代半ばには N ゲージブームは収束し N ゲージから撤退するメーカーも現れた。 学研は、1980年代半ばに N ゲージから、撤退、遠藤、中瀬も1980年代半ば、移行新製品の発売がなく、製品の再生産と、市場流通も1990年頃には、途切れ転倒から姿を消していった。一方、ブーム収束後も、2大 N ゲージブランドとして定着した、石水金属とトトミープラキットのメーカーとして、 独自の地位を築いたグリーンマックスが安定した活動を続けていた。このような状況下で金属キットの発売が増加した。柴崎模型が1984年に加藤製キハ20をキハ10に改造する新中エッチング板を発売したのを皮切りに1986年ワールド工芸が国鉄 EF55 系電気機関車を製品化。以降、 レールロード、タバサホビーハウス、ペアーハンズなど新しく参入するメーカーも現れ、金属キットは90年代に入る頃には一つのジャンルとして定着した。キットの構成も当初の側板のみ、車体のみから、下回り、動力込みのトータルキットも現れた。柴崎模型は1993年の新製品を最後に閉店、廃業したが、新規参入メーカー、 新製品は耐えることがなかった。1995年11月には、N ゲージファンのための即売会形式のイベント、ヤンマフェスティバルが開催され、それまでのメーカー、模型店よりも規模の小さなグループや個人も参入し始めた。こうした小メーカーの製品は、ガレージキットとも呼ばれ、生産数も少ないため、即売会などのイベントや、 特定の販売店、通信販売などでしか手に入らないものも多い。一方キッチンや、メーワー、クスのように、中堅キットメーカー並みの製品数を数えるところも、ある。一方、ワールド工芸は完成品の製造、販売にも力を注ぎ、再び金属完成品が、店頭に並ぶようになった。 90年代末期からは、蒸気機関車模型を中心に細密製品として、金属完成品を製品化するメーカーが増加した。新たな参入メーカーには、ほう、16番ゲージのメーカーとして、著名な転送堂など、他のスケール、ゲージで実績を積んだメーカーも多い。プラスチック完成品の販売を行う N ゲージメーカーに関しては1 9九十年代以降、 新たな動きが見られた。1990年代初めに新規メーカーとしてプラモデル情景素材メーカーの可愛い紹介がトミーから発売され絶版となっていた国鉄化社シリーズを自社製品として発売し参入した。マイクイコールアリー製作所は1980年代半ば以降幾度かの客車製品の再生産以外新製品も なく、休止に近い状態であったが、90年代中頃に、新たに、アメリカ、ライフライク製品のアメリカ型の機関車、カッシャを、マイクロエース名義で発売し再始動した。1996年には、国鉄 D51 系蒸気機関車を発売、以後コンスタントに国鉄型蒸気機関車を、製品化していった。これらの製品が、中国製なのは、 ライフライクに習ったものである。さらに90年代後半には、プラモデルメーカーである長谷川が、モデモのブランドで、N ゲージにも参入し、路面電車や中世の金型を使った、旧型客車などの完成品を製品化している。この時期、これまで鉄道模型、とりわけ N ゲージでは、ほとんど見られなかったウレタン樹脂製のキットや、完成品が、 複数のメーカーから発売された。その特性上少量生産の製品が多かったが、プラッツなど一部のメーカーの製品は市場にも流通した。1990年代にはヨーロッパのメーカーの統合が目立つようになった。1992年にはイタリアのリマがリバロッシに買収された。1995年ドイツのアーノルトが倒産し1997年に イタリアのリバロッシグループ参加に入り同グループの N ゲージブランドとなった。1997年にはトリックスが業績悪化でメルクリンの参加に入った。2000年にリバロッシグループは組織改編を行いリマグループとなった。2000年代にはアリー製作所イコールマイクの製品が急速に拡充された。マイクロエースの製品は機関車以外は セット販売が主体で、販売車種は、試作型車両、民鉄の車両、JR 北海道、四国、九州の車両に及び、実物の存在しないアニメーション作品の銀河鉄道39編成まで製品化された。マイクロエースの製品展開は他メーカーにも影響を及ぼし、セット販売の増加は、N ゲージ全体の流れとなった。一方、プラキットの形態で、 長年製品を供給してきたグリーンマックスは90年代後半よりより完成品に近い塗装済みキットを製品化していたが2000年代に入ると他社と同様の塗装済み完成品を発売しキットを作らないエヌゲージャーに対応しているこのようなこともあり毎月新製品が発売される完成品に比べると市場における未塗装キットの比重は低下している チョコエッグなどの食玩に始まるコレクションモデルのブームが N ゲージにも波及してビートレインショーティーや鉄道コレクションというような従来の鉄道模型とは一線を画する製品が発売されているのも近年の特徴であるこのような製品は他のコレクションモデルと並べられ量販店やコンビニエンスストア鉄道事業者主催のイベント会場でも販売されると 販売形態においても従来の鉄道模型とは異なる扱われ方をしている。N ゲージブームが去ってから次第に百貨店、玩具店での N ゲージの取り扱いは減少していく。一方、1990年代後半から家電系、玩具系量販店が N ゲージの取り扱いを始めた。量販店はビートレインショーティーや鉄道コレクションのような コレクションモデルの販売にも力を入れていて、取扱い商品の種類、数量とも豊富であり、百貨店、玩具店に代わって模型専門店に足を運ばない層にも、N ゲージを広める役割を果たしている。当初、量販店は模型専門知識を備えたスタッフはほとんど持たなかったが、他店との差別化や顧客サービスのため専門知識を持った販売員を置く店もある。 また、一般の模型店の中にも売り場を量販店型に改装するところも出てきている。また、インターネットの普及に伴い、実店舗を持たないインターネット通販専門の鉄道模型店も登場している。2000年代後半には、レイアウトの完成を目標とした、分冊百科形式の雑誌が刊行された。解説の冊子とともに覚悟に、 レールや車両、レイアウト用品が付属する形で書店で N ゲージ製品が購入できた。1990年代後半以降、製造コスト削減のために製造拠点を中国や東欧などに移すメーカーが現れていたが、2000年代以降、その動きは加速し、日本メーカーの製品も中国で製造された製品が多く見られる。また、2000年代以降は、 海外でのエヌゲージ業界の再編が、さらに進行した。2001年、グラハム・ファリッシュがケーダーに買収され、同社のイギリス市場でのエヌゲージブランドとなった。ディマグループは2004年に倒産し、イギリスのホーンビーに買収された。同年ロコも倒産し、ドイツのモデル・アイゼンバーン、ホールディング参加となった。2008年には、フライシュマンが倒産し、モデル・アイゼンバーン、 ホールディング参加に入った。以後ロコブランドの N ゲージ製品はフライシュマンブランドに統合された。日本でも2012年にカワイ商会が倒産し N ゲージ製品についてはポポンデッタに引き継がれた。模型のナローゲージとは実物の狂気鉄道を一般的な鉄道模型規格の機関よりも狭い機関を使って模型化したものである。N ゲージの場合は 基管 6.5mm など 9mm よりも狭い、基管を使った縮尺1、148から1、160ほどの模型がこれに該当する。数種類の実物の基管に対応した規格が各国の模型団体により定められている。イギリスにおいても、Z ゲージの基管を利用する N-6.5 規格の製品がある。日本においては、 以前から6 5ト、mm、ルの他7ト、mm、ルや5ト、mm、ルなどの期間で国鉄型車両や軽便鉄道の模型化に取り組むファンがいたが日本型 Z ゲージの普及により Z ゲージの線路を使う場合が多くなっている軽便鉄道の車両についてはメーカーからキットや完成品も販売されているオーズゲージとは元来 1950年代のイギリスで 2mm スケールの別称として使われていたものだが、1950年代後半からローンスターが縮尺や機関が異なるロコスやトレブルオレクトリックにも使用。1960年代には 9mm ゲージの模型製品全般を指す用語として使われることが多かった。 N ゲージの名称が制定され、ローンスターも撤退したため次第に使われなくなった。2mm スケールは1920年代にイギリスで始まった規格で、縮尺は 2mm スケールで、機関は当初は3.8インチ、現在では 9.42mm である。現在でもイギリスではこの規格を採用する愛好者がいる。9.5mm ゲージは、 N ゲージ普及以前に日本などで使われていた機関で、縮尺は日本では1、120から1、150と、製作者により幅があり統一されていなかった。AB これは、標準機を国際的な基準としているためである。日本の在来線の鉄道車両の多くは狂気である、ため、スケールによって大きさに差が出すぎないように配慮された。 ミナイトリックスの名称はもともと1959年から発売されていた縮尺1、180の手押しの鉄道車両模型の名称でミニトリックスエレクトリックがミニトリックスへ名称を変更するのは縮尺1、180製品の絶版語である。現在では区別のため縮尺1、180の手押し製品を手押しミニトリックス、スキビトリックス ロールトリックスなどと呼ぶ。鉄道模型趣味1964年6月号、ミキスト参照。鉄道模型趣味1964年8月号、ミキスト参照。ナムラ S-1.2 企画表ネ、ね、ーム010企画表。ありがとうございます。